まあそうだねってなりますけどね。なるほど。そう思うなら一般女性抱いてろよって思ったんで。男のマッチングアプリはね、脳みそ使わないと。別に顔が良ければいいんじゃないですか。電話がマイナスになる人めったにいないですからね、でも。やっていきまーす。意外とうまくいくよ。どうも。お疲れ様です。はじめまして。はじめまして、三ツ星亜美と申します。あ、お願いします。スタンビと言います。なんか、なんで僕に DM をくれたんですか？マッチングアプリの話をされてて、うん、最初にお見合いを出されてて、あ、この人ガチだと思って。なるほどね。なるほどね。そう、3ヶ月500円キャンペーンで登録した人だ絶対と思って。なるほど、なるほど。まあ、こっちからすると、マッチングアプリは知ってるけどさ、はいはい。そっちの事情は知らないわけですよ。風俗関係ってことですか？うわ、風俗っていうとちょっとあれだけど、まあまあ、大人のお店的な。そうそう、お風呂屋さんの人たちのその内情だったり、知らない人が結構いると思うんで、僕の視聴者の人たちも、はいはいはい、まあ、そういうところのお話たくさん聞けたらなっていうの、はいはいはい、ああ、ぜひぜひ分かる範囲であれば全部分かる。どんぐらい、でも歴はどんぐらい？まあ大体5年ぐらいやってましたね。お、なかなかやりましたね。なかなかやりました。俺はそれこそ何だろう、マッチングアプリで言うともう今も全然やってなくて、はいはい、バレそうっすもんねすぐ。まあそれもあるんだけど、今はそんなに、なんやってたのも1年2年ぐらい前。私も主に使ってたの1年前ぐらいかな。まあ、VTuber を始めるギリ前ぐらいまで、まあ、やってたのかな。え、ちゃんとやってたのは。それは、その、お仕事を卒業して？卒業してから。あ、卒業してなんだ。ですね。そのさ、お仕事でさ、この人っていう人はできる、できないもんなの？あれ、それエロ漫画読みすぎ俺。あー、ないっすね。なかったっすね。私割り切ってたからかな。あ、まあ、もちろんいましたよ。なんか、うん、お客さんと付き合いましたみたいな人は、まあ、いるっちゃいるんですけど、まあ。ごめんね。ちょっと、何もわかんなすぎて、何もわからなすぎて、まあ、どのラインから聞いたらいいのかわかんないって、ごめんね。じゃあちょっと歴史ちょっと教えてもらっていいですか？歴史。うん、まず10歳から、うん、まあ本番なしのお店ですね。ああ、なるほどね。マットプレイっていうのがあるんですけど、風俗って。マットプレイってその、はいはい、本番ないんだ。お風呂屋さんは基本的に本番ありなんですけど、うん、ああなるほどなるほどなるほど。ただマットしかなくて抜きありだよみたいなお店も中にはあって、へえ、そこがちょっと、なんだろう、初めて行く人には、え、何が違うのみたいにはなるかもしれない、ね。そうね、俺が今その状態だし、視聴者のほぼほぼがそういう、え、こういうの知ってるみんな。ちょっとコメントで聞いていい？お風呂屋さんだけならず、大人のお店に遊びに行ったことある人ってどんぐらいいるんですか、ね、じゃあちょっとアンケート取るわ。ちょっと待ってね。そういう場所に行ったことがある人が 72%。結構いるな。あ、間違えた。逆、行ったことない人だ。年齢層わかりますか、視聴者さんの。ああ、でも大学生から俺の27歳ぐらいだと思う。え、一番行ってそうなんですけどね。え、一番行くの、その年代が。ほぼ、まあ、初めて行くのは。ああなるほど、ね、大体そんぐらいじゃないですかね。え、学生って結構いいの？ノリで来るのと、あとお店の種類によるかなって感じですね。学生の時の方が緊張しそうじゃない？いや、めっちゃ緊張して立たないとかありますよ。あ、違う、そのナナミさんの方が、うん、あ、私が、うん、なんかその年齢が近い方がさ、なんかちょっと緊張しそうなイメージあるんだけど。いや、どうだろうな。なんか相手方の方が緊張してることが多いのと、うん、そういう緊張って伝染しないんだ。全身冷や汗かいて顔真っ青とかだったらさすがにこっちもえ、どうしたみたいになるんですけど、うん、そうじゃない限り別に。プロだね、やっぱり5年プレイヤーはプロだね。逆に調子乗ってくるタイプ多いですね。なんか調子乗るの、若い客、俺くらいしかいないっしょみたいな。ああ、なるほど。お前普段おっさん相手してんだべ。俺相手できんのどうよみたいな。そう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 。はい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 みたいなやつは、まあまあたまにいらっしゃいますけど。あ、まあでもきついわな。まあそうだねってなりますけどね。
ね、そう思うなら一般女性抱いてろよって思ったんで。なんで前来たねんってね。そうそう。なるほどね。まあまあ、まあ、次何の仕事したっけな。との次が一回マイルドになってメンズエステとかで働いてたんですけど。メンズエステご存知ですか？それはね、俺なんかね、好きな配信者がいるから。うん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 。でその人に話をたまに聞くかな。あれ抜きありとなしがあるんですけど、実は。え、そうなの？俺が聞いた話だと、その元からそういう金システムみたいなのなくて、うんうん、こっちがそういうシステムを構築できるかどうかが面白いっていう話だったんだけど。あ、はい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 、はい、元からそのシステムがあるメンズがあるの？ありますね。まあ、携帯としてはデリヘルと同じ携帯って形ですけど、はいはいはい、広告っていうか、そのなんかサイトあるじゃないですか、うん、情報サイトみたいなのに載せる段階で、うん、色がありかなしかでこう分かれてるんですけど、なし、うん、の方だと風俗を出店する上での必要な資格とかがいらないんですよ、あんまり。あ、すっ、部屋さえ借りれてしまえばみたいな、うん、へー、まあ、出店しやすいとか。なるほどね。まあだから、まあ、多いっていうのもあってちょっとごめんね、コメントにちょっと戻ってまして、はいはいはい、出店しようとしてねえよ、はい、バカ出店しようちげえごめん、お前ふざけんバンすんぞお前、出店しようとしてますじゃねえよ、してねえから。すいません、ごめんなさい、ちょっとふざけたりしながらいたんで、はいはい、一回続きましたスタンさん、誰でもこういうスタンスで接するから、何、どういうこと自己紹介をした方がいいな。俺の自己紹介？俺の自己紹介した方がいいの？こういうのって。ごめん、俺コラボの経験とかあんまないからさ。はいはいはい、はい。自己紹介させてもらっていいですか？あ、はい、どうぞ。お願いします。スタミージャパンと言います。TV で普段ゲーム配信をしてます。マッチングアプリの、攻略動画みたいのを出したら、ななみさんから DM をいただきまして、一緒に配信しませんかというお誘いが来まして、今日に至るわけです。どうぞよろしくお願いいたします。です。よろしくお願いします。私の方がまあ圧倒的に認知度が少ないと思うので、認知度あれなんですけれども。ええ、はい、そんな関係ないでしょ。俺が認知度低くても多分人にこうやって接するんで、ちょっと失礼なやつなんで。俺がなんか認知度が上だと思ってるから、こういう話し方はしてるんじゃないです。そこは本当にすいません。いやいやいや、ちょっと失礼しました、それは。私がちょっと変なこと言ってしまって。俺がちょっとね、多分みんなに対するこんな感じなんですよ。でも知らない人いないんじゃないですか、最近のこの配信者とかを見てる方で。え、そうかな、知らないって。いないと思いますよ。そうだよね。じゃあこの口調でもいいか。いいと思いますよ。そう、じゃあそう、この調子で行かせてもらうわ。いやだって顔良くてゲームできて態度も下から来られたら、ああそうだね、もう誰も何も、何倍がね、ちょっとね、そうそうそう、性格ぐらい悪くてよくないですかってなんか、それは違うけど、それはちょっと違うけど、いやいやいや、あ、待って、私の自己紹介必要ないんですか、大丈夫ですか、自己紹介して、いや、もう多分ね、みんな知ってるんだよね、なんか、俺がこの人から DM 来たよって話をしたら、なんか最近おすすめに出てくるみたいな、うんうん、あー、らしいっすね。そもそも俺紹介して、俺の動画から飛んだ人いると思うけど、一応ちょっとしてもらっていいですか、うんうん、あ、はい。最近なぜかバズってしまった VTuber、三尾奈美と申します。はい、趣味は、友人を Tinder でスーパーライクすることです。よろしくお願いします。そこから何が起こるんだよ。その相手に冷や汗をかかしたいって話？あ、そうそう。あ、見つけたって。ログボだと思ってるんで、あれ。悪いな、性格が。いそういえばね、話したい話があったんだ、うん、俺何個かななみさんの動画見て Tinder 攻略みたいなのを見たんだよ、うんうん、ああ出してんだと思って、とりあえず右スワイプしろって言ってたじゃん、はいはい、はい、俺ねあれ違うって聞いたよ、数打ち当たるみたいな話ですよね、そうそうそう、俺もそれがいいと思って話を聞いたんだけど、うん、あのアプリね内部の点数があるっぽいよ、へえ、明らかにボットっぽいやつがいるじゃん、うんうんうん、そいつとかをそのライクとかすると自分もボットだと判断されちゃって、有料なプレイヤーとか相手に表示されにくくなるって言ってた、へえ、でも女性と男性だと違うのかもね、ちょっと、まあ女性で全員右スワイプする人は多分いないんで、なるほどね、まあ、じゃあ3回ぐらい同じ人表示される人超有料ってことですか、じゃあ
かもね、かもね。すげえ真面目にやってるかもしれない。攻略サイトに書いておいてくれ。内部ルートが存在する。怖い。まあ、あのアプリ、女性側は特に困んないから、女性側は本当に気にしなくていいと思うけどね。うん、女性側はマジ全然困んないですね。なんか一生スワイプできるし、なんか知らんけど。羨ましい。羨ましいよ、マジで。男のマッチングアプリはね、脳みそ使わないと。多分9182じゃん、あれ。男女比。うん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 、万人の女性に受けるような写真をちゃんと撮ってさ、もう自撮りとか NG じゃない、うん、基本的に。どうなの、別に顔が良ければいいんじゃないいやこれは俺の勝手な研究結果なんだ。これは研究結果。カフェ好きっていうのも言って、うん、K-POP 好きっていうのも言って、うんうんうん、で映画の話も絶対入れてた。窓口を広く、そう、窓口を広くで映画の話を入れるのはその日の効率にするため。え、でもハードル高くないですか、一発目映画って。え、そうかな。え、初対面の人と2時間拘束と苦しくないですか。私が陰キャだからかな、まあ、いやそこはちょっとこれ本当、まあ、ちょっとマイナスブランディングなんだよなこれ。映画は見ないよそれは。どういう誘いがなんかグッとくる、どういう人について行ったかな。なんかその時のノリとテンションですね。あ、全部一緒にゲームするして仲良くなった後に会うみたいなのが一番多かったっちゃ多かったけど、うん、なんか電話で約束をこうポイって入れられちゃうと断りづらいというか断れないというか行くしかねえかって。ああ、なるほど。電話強いって。俺ね、電話は避けてたんだよね。あの、俺電話弱いのよ。電話すると、まあじゃないよ。まあってなんだよ。ふざけんな。まあじゃねえわ。まあまあまあ、俺、はいはいはい、結構メッセージとかがさ、淡白というかさ、静かめなテンションになっちゃうじゃん、どうしても。だからちょっとイケボ系をイメージするんだろうね。うん、電話して、俺のこのポップな感じがいきなり出ると、バカがバレちゃって電話で、俺電話は避けてたね。電話だけでも、こう、発作抑えられないですか？電話がマイナスになる人めったにないですからね。でも顔のアドが強かったのかもしれないですね。顔と文面のアドが強すぎて電話が悪いとかじゃないと思うんですよ。他が良すぎて霞んで見えるみたいな、ね、普通トークリックだったりとか。いや、さすがだよね。全然あの悪い気しないもんそれ。いや、さすがだよね。テクが。やるね。染みついてるみたいな。染みついてるんだね。よいしょが染みついちゃってんだ。癖になってんだってやつっす、これ。確かに。え、でもなんか、友達とかでやってる人います？仲良い男友達とか。いる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 。俺の友達がマッチングアプリを4つか5つやってたんだよ。そいつにお勧めされたんだよ、俺。うんうんうん、お前、孤独死すんぞって言われて。そのままだと。いや、俺、その、配信とか、それこそ、ロル知ってる？はいはいはい。ロルを大好きだったから、配信終わったらロルしてたの。はいはいはい。で、そういう日々が、まあ、3、4年続いて、その現状を知ってた友達が、目見て、お前、孤独死すんぞって言われて、それで俺はマッチングアプリを始めたんだね。はいはいはい。こじらせてるんですか？こじらせて、ただひこもりですか？ただのひこもりになっちゃった俺は。あ、もう本当にゲーム大好きになっちゃって、その友達に救ってもらったね俺は。でも孤独死でいいやってならなかったんですね。私多分孤独死でいいやってなるんですよそこで。いや、そのね、友達の目を見たらならないよ本当に。俺、あいつの俺を見る目を忘れらんないもん。人を説得する時のマナコってこうなるんだっていう目をしてたから、うんうん、じゃあ俺帰ったらやるよってなるわけよ。そういうのに興味ない人ってなるんだよ、帰ったらやるって。うん、お前、うんうん、違う、スマホ出せ。俺が今からプロフィールを作るから。いいやつだ。そうそう。ってなって、やり始めたのが始まりかな。こんなきっかけがあるようなアプリじゃないんだけどね、さらっと始めるものだと思うんだけど、まあ、俺はきっかけがあった。確かに。私もなんか面白いことねえかなくらいで、ね、始めたんで。そうだね。うんうん。そうなんだ。私、バーテン時代に、お客さんだったり、スタッフだったりをくやらして、なんか一生ネタの尽きねえ女だったんですけど。今の少しの文章に、破壊力がありすぎんだろ。やっぱバーテンってさ、はいはい。食いまくれんの？食いまくれますね。あ、食い荒らすってどのレベル？まあ、
幼なじみ3人がいたんですけど、うん、その3人を全員兄弟にしたりとか。ゲーム感覚？やってやろうっていうトロフィー感覚？いや、別にそういうわけでもなくて、まあ、2人目の人、まあ、次男って呼んでる人ですけど。お前やめとけ。次男の顔が好きだったんです。あの人顔いいよねって話を、まあ、スタッフとか内でしてて、うん、一番最初の人が、まあ、スタッフだったんですけど、うん、幼馴染なんだよねって話をしてて、でそしたらその長男に、長男って言っちゃった、その初めの人に、一番最初のスタッフにすごくガチ恋されて、うん、へー、わーどうしようってなってる時くらいに、うん、すごく減らられて、あー長男にね、相談をするっていう名目でその2番目の人と飲みに行ったらやっちゃって、うん、それが最初の人にバレて、うん、変なことになって。で、あなたのもう一人はどっから出てくるの？するっていう名目で3番目の人に行ったみたいな感じですね。3番目唐突すぎだって出来方。なんだったよ。3番目の人がなんかもう、あれ？あざすって感じだよな。3番目が聞こえない。入り直したけど。あ。刺激が強すぎたかもしれない。これで通じなかったら LINE 通話しよう。ねえ、これ、ちょっと待ってよ！これは、トラブルじゃん！これは、トラブルじゃん！しょうがなくね？四男ゆうや、行かせていただきます。顔に出すぎです。俺、幸せそうな顔してる今、まさか。クソ楽しいわ。聞こえますか？聞こえる？はい、聞こえた。よかった。ああ、はい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 。お待たせしました。はい、全然大丈夫ですよ。全然ね。うん。よかった。